高知競輪場で今日から4日間開催されているよさこい賞走破戦。優勝賞金は520万円です。日本で9人しかいない最高ランクの選手のうち4人が参加しているほか、高知県出身も含め全国から100人以上のトップ選手が集結しています。初めてやけど、なんかこう高ぶね、好きな番号を買おうと思って。高知競輪場は今月4階の特別観覧席をリニューアルし、ゆったりと座れるソファー席を設置しました。また家族で訪れるファンを増やすため、去年12月には2階のファミリールームをリニューアル。おもちゃや遊具を充実させました。競輪選手を見に来るという目的でも全然構いませんし、フードのブースもありますので、イベントだけでも楽しんでいただけるような場所になっていると思います。よさこい賞走破戦は高知競輪場で今度の日曜日まで開催。土日にはグルメフェスタやステージショーも行われ、最終日には若手女性選手によるレースが行われます。